はい。日本を美術で研究にする秀華堂の田中でございます。今度ね、11月の16日17日鑑定会を行います。岡山といえばですね、まあ大体こう上がってくるところですね、有本敏夫、池田洋尊、それから金子木武四郎、これは油絵とか、まあ、水彩絵の作家さんですね。水彩絵の作家さんですね。国吉康夫、まあアメリカで活躍された人ですけど、実は、岡山の出身なんです。小島虎次郎、斉藤真一、斉藤真一先生は倉敷ですね。今回17日に倉敷伺いますけども、僕は個人的にはあの今年の年末年始にですね、岡山倉敷夫婦でまた伺おうと思います。関係ありませんね。それから、高塚省吾さんね、高塚省吾さんも岡山出身なんですよね。あと夢二、竹久夢二、まあ、これは我々私でも積極的に扱ってます。この辺の人たちの出身地でもありますので、ぜひですね、こういうものをお持ちの方もぜひ、お越しください。電話番号はこちらの方で 0120-126-510 お使いになります。